はじめまして、この番組のプロデューサーの須田と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。奥山芳恵です。番組冒頭からプロデューサーの方から始まるって珍しいですよね。そうなんです。今までにない番組を作ってみたいなと思っていて、奥山さんも一緒に作っていただくということで楽しく見ていこうと思ってますので、よろしくお願いします。はい、まずじゃあご覧いただきましょうか。はい、この方はですね、倉本充さんという方で、長い仕事仲間なんですけれども、ちょっと大きだったな。そんなことないが。そんなことある。そんなことあるか。あるそうか、そうか。30になったっていう。やって遊ぼうかと思うねんけど、この遊びを考えたのは俺だって言うて、数年後に街中で広まってる遊びが君たちが考えたってことなんてこと。最高っすね。かっこいいよ。かっこいい。かっこいいよ。有名っす。ケンタッチお札になっちゃったりして。そうそうそう、センキューギネスブックに載るかも。載るかもよ。お札になるかもな。なんか君はすごい名誉欲の強い男やな。ミラになりたい。ミラになりたいんだ。ミラになって残りたいやん。ミラって偉い人だから。えミラって偉い人しかならないんじゃない。あなたチンパンジーになりたい。チンパンジーになりたい。そうか、チンパンジーが出てきたね。なりたいもの発表になってきましたね。魔法使いになりたい。魔法使いになりたいね。なりたい。さ、鎖になりたい。え、誰鎖になりたいの。カイタ生まれます。はい、じゃあユウトから聞こう。はい、空になりたい。空。はい、これはまたでかいこと言うぞ。空やで。わいわい。おお。いいね。はいはい。ハリウッドスター。お前スターとハリウッドスターだ。魔法使い機。消して。水戸黄門の格差になりたい。なんで水戸黄門になりたがらへん。だからミイラ化粧。いいの持ちたいから。いいの持ちたいや。はい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 。イケメンの話。キャプテン。キャプテン。キャプテン。出ました。素晴らしい。キャプテンやで。なんかね、最初は結構みんなビビってたんですけど、うんうん、でもそれもいいんだよ、これもいいんだよっていう風に言ってもらえると、うん、どんどん自由に発言するようになっていくんです。確かに。はい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 。一人一個だけ。はいことに戻るよ。何か新しいねルールの遊びを考えるんですよ。で今いろんな何回になりたい何回になりたいいっぱい出てきたやんか。ちょっとなんかヒントならへん。はいはい。ルルルルー。チンパンジーの真似をして、ほらあんたなりたいなりたい。この真似をしてして、追いかけくってかん、鬼ごっこをする。あ、なるほど。鬼ごっこの鬼じゃなくてチンパンジーや。はい、じゃあオバマごっこ。お、じゃあオバマ、オバマ、はい、はい。でーてでーて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 言いながら、自分を自慢しながら人を追っかけて、その人をタッチするまで永遠に自分のいいところ言わなきゃ。なるほど、すごいね。自分のいいとこいっぱい言わなあかんからな。アメリカの国家だよね。あ、オバマごっこありたい。俺はゲームが得意。そうそう、そうだな。はい、ええやんか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 。できた。これを自国家と言いましょう。ね、自分の国家だからね。自国家、はい。自国家。ミュウちゃん、ミュウは喧嘩が好き。どんどこにも勝てる。はい、よし。はい、僕はサッカーが得意だから。上に行ったりパスもできる。いいよ。はい、私は大ファン、三つ国の大ファン。三つ国、三つ国って水戸、三つ国がやっぱり水戸黄門のことを三つ国で呼ぶなよ。なかなか自分を褒めるってしないですよね。確かに。
なんか最初の頃よりも顔がみんなキラキラしてきましたね。そうです、そうです、うん、子供たちのその未知数感じますよね。というわけで、はい、あ、これで再会につながるわけですね。お、こんにちは。こんにちは。久しぶり。久しぶりです。ああ、ちょっと大きなったな。そんなことないが。そんなことある。145だった。143だったから134。何倍だったっけ。119。118。おお、いいね。あのな、前あの会議室で一緒に遊んでんか、うん、なあ、あの時おもろかったやろ。あの時おもろい生まれたやんか。あんなを今日はなんか外でやりたいなと思ってな。いろいろまた、え、何何放送中。あれ面白い。そやから、テレビでやってるようなことじゃなくて自分らで考えんの。前も言うたやろ、自分らで考えて自分らで何かやるとそれを作ったのは私たちだよって、こう胸張って言うんだね。